牛乳とか持ってきたら大丈夫なのかな。わかんねえ。牛乳ないじゃん、ね、さ。それな。でも牛肉にあれやればいいだけなのか。あ、そうだね。そういや、そうやったね。マグマ、行きますわ。マグマ流しても、知るのかな、マグマ出るで。いや、知るでしょ。でけるもん。でも、俺たちが落ちちゃダメで、絶対、うん、あ、でも、武器全部僕焼けるかな。それは辛くないな。違う、全部焼けるのも辛くね。てか、スポナー俺潰せたかな、全部。マジで、まあね、ワンチャン潰せたかも。あとは下のやつ潰してこう。なんか潰せたような気がしてきたぞ。適当に言ってたらなんか真ん中で回ってるものがなくなってたよ。マジで、うん、あ、え、消えたんだけど。で、最悪また下落とされたんだけど。嘘、マジマジマジ倒した。今気持ち悪い。エメラルドの量がえげつね。え、強い。え、強い。何と戦ったの。カブトムシ。カブトムシ？あ、下ってそっちの下に落とされたのか。え、心折れるんだけど、俺もういいかな。何が？何も持ってかなくて、下のやつ拾えばいいよ、でも。え、てか、真ん前でさ、消えたんだけど。消えたってどういうことよ。チェーンソーとか消えたんだけど、真ん前で。マジで？うん。もう、歩けないじゃん。本当に？それめっちゃ辛い仕打ちを受けたんだね。本当にあとね、5秒くれたら取れたの。あ、でもクマ装備なしで来てもいいかも。マジでアメジスト系だけどなんかあるぞ、いろいろ。もうこのまま行くわ。チェストの中に。さすがにここまでルビー使うのもったいね。あ、あれ作ってく、あの杖みたいなやつ、いらない。杖は持ってるよ。じゃあいらない、いや。このね、入り口の前のね、石柱が立つたびに俺が死んだ数ってことだよ、これ。え、次の階層はヘラクレスなのか。ちょっと待って、OK ね。でもヘラクレス背丈低いからさ、もうここから撃てば勝ちじゃね。急にルールゲーになったぞ。大丈夫か、しっかりしろよ。あ、ヘラクレスでも攻撃力高かった。落ちて挟まれたら多分もう死亡確定。こっちの方が楽しいじゃないですか。防具金リングをつけて速攻で殺されたから俺。マジで。いや、つらい。よし、じゃあ外から打ち込んでみよう。雷で撮るやん。てか俺のシーンさ、大体さ、全部敵に吹っ飛ばされて下の階落ちて死ぬよね。ほぼ全部そうだよね。つらい、つらい、つらい。お、中で回るものが消えたぞ。マジで。あとは潰していくだけだ。体力は250か、さっきと同じだけど。めんどくさそうだな。弓が、やっぱ弓が一番使うわ。爆弾使ってもいいけど、誤爆するとあれだからな。爆弾そんなに食らわないしな。やべ、襲われた。やべやべやべ。それが死因だよ。オッケーオッケー、助かった。マジで？うん。やっぱブロック連打してたらなんとかなるよ。ヘルメットで、撃てっか。金ミンコもう切れたのか俺。それはつらい。キモいなこいつら。俺の下になんかうまいって言うか。いや、いいよ、後で取りに帰るのめんどくさいから家に置いといてな。ここ
安心感を俺は求めてる。雲の糸で。雲の糸？まあ。雲いないのそこら辺に。いねえ。俺雲の糸持ってなかったっけ？ヘラクレス全員飛ばしました。おおお奇跡。うん？部屋に雲の糸ねえからさ18個あった。これはマジ奇跡。ダイヤ防具なんだけど落ちたのが全部。マジで。なんかカチカチ聞こえる。やだ。行きたくないしたのかい。カチカチ聞こえるお父さん。じゃあ3つぐらい。カチカチ聞こえるよ。怖いよしたのかい。マジで。カチカチ聞こえます。これでクリックオンじゃなくて。違う。じゃあ弓1個こっち置いといて2個持っていくわ。一応俺もやるから。うん。でおチェストの中待って。どうした？クモハンがやってたあの禁断の果実とあの爆発力の高い銃がいっぱい入ってるんだけど。銃あれはさ結構よくね。うん。俺ルビーででも作っちゃおう。でも OMG あれ取ろう。多分ルビーが一番強えわ。そんなに多くの中で。うん。あ、スタッフも入ってた。古いやつと変えとこう。うん。あいつがいっぱいいる。マジで。キモー。これ嫌な音聞こえる。でもそれ最後の回でしょ。ん？最後の回でしょ。え、これ最後なの？え、わかんない。そうだと思ったんだよ、俺は。うわ、音やだ。こいつらジャンプ力高くね？結構ガツガツ来るんだけど。そんなに？結構ガツガツ来る。食いついてきてる、俺に。俺という新しい縁は食いついてきてると思います。さあ、でもね、君たちのスポーナーは私が作るし。おっ、あー、そういうスポーナー潰すのどうだと思う。落ちてよ。うん、終わったら、飛んでください。くそ、誤射しちゃうかもしれないから離れておいた方がいいかも。潰れてない。うまいことな、スポーンって入るときあるんだよ、あの止まんなくて。多分回ってるもんないんだけど。ないな、オッケー、潰した。え、でもこの軍隊潰すのも結構じゃない？指、上から乱射すればいいじゃん。指じゃなくて、俺は今もうバックでいってる。あの、銃あったじゃん、なんとか銃みたいな。はい。あれ撃ちまくって、やべ、変な場所撃っちゃった。変な場所撃った時の絶望感がすごいな。いや、辛いな。これ、攻略どんぐらいかかった？わかんない。あ、どういう…これブロック壊してねえわ。ブロック壊して登ってきてんだ。えらいって言おうとしたら壊して登ってきてねえわ。なんでこんな見るときにそんなめんどくさいことしないといけないんだよ。で、上りと下り担当だろう。だからこの更年期障害やろうが。それもう俺何言ってるか分かんない。もうだな、次が数年場だな。数年場か。どうでした？完全に閉じられた。そう、いねえな、もう来た、これ、はい、来たな、こっち。うわ、おお、めっちゃスポーン入ってる。スポーンエッグめっちゃある。これは来た価値あったかもしんねえな。取った、悪魔取った。帰ろ、取った。帰れる場所ある。取ったよ。中何やんだろうね。
ないか。え、これ買えんのめんどくさくね。グラスってさ、グラスだからさ、草だよね。グラスの方じゃないよね、多分。うん。やってみるよ。やってみるよ。もうちょい離れたもんね。あれ？おお、できた。え、なに？おい？オーマイゴッド。とりあえずでね。え？嫌な予感する。敵まみれとかだったらどうする？あれができてる。はあ？はあ？はあ？で、ここめっちゃだるい世界になったくない。いや、でも一族クリック一つで、じゃあクリック、今日はクリックしてほしよっか。もうクリックするとは、え、斧でクリックして落ちね。これさ、もうちょっと遠く来て、遠くでやろう。もうちょっとランダムの木だったらよくね。ランダムの木でさ、もしさ宝石の木とか出たら、もう俺らはまだ神になるよ。え、じゃあいいよ。え、マジか。じゃあ俺もラスイッチやるよ。どこでやっていい？もうちょっと離れたところかな。あんだ、普通の木か。もう離れる場所がないんだけど。オーマイゴッドってそういうことだったのかな。マジ、ここらへんしかない。じゃあここに出すよ。どこに出した？あ、白樺だった。あ、白樺とかもあんだ。エリがどこに出したんだ。あっちか。じゃあこれワンチャンさ、嫌な出たかもしれないね。木の種類が違うってことは。そうか。